キャセイ・ウィリアムズは、ウィリアム・キャセイの名で、南北戦争に従軍した女性兵士である。黒人女性として初めて、また記録に残る限りでは、唯一の男性に扮して、アメリカ陸軍に入隊した人物である。ウィリアムズは、ミズーリ州インデペンデンスに生まれた。父親は自由の身であったが、母親は奴隷だったので、娘の法的地位も奴隷であった。青年期には、 ミズーリ州ジェファーソンシティの郊外にあるプランテーションで奴隷として屋内作業に従事した。1861年に南北戦争が勃発するとジェファーソンシティはいち早く北軍の占領を受けた。当時の北軍は占領地域の奴隷を半ば公然と密輸品と位置づけており、その多くを強制的にコック、洗濯府、看護府などの形で軍人の身の回りの仕事を させていた17歳の時にウィリアムスは、ウィリアム・プラマー・ベントン大佐が率いるインディアナ第8、志願風評連隊に連れて行かれた。その後の数年間、ウィリアムスはこの連隊と共に、アーカンソー州、ルイジアナ州、ジョージア州を転戦する兵士に帯同し、P ・リッチの戦いやレッド側方面作戦にも居合わせることになった。そしてある時にリトルロックに移されるが、 彼女はここで軍服を着て従軍する黒人男性たちと出会い、そしておそらくは自身も兵役に就くことに関心を覚えた。後にウィリアムスはワシントン DC に回され、フィリップ・シェリダン将軍の指揮下に入った。戦後はジェファーソンを兵舎に勤めている。女性が兵役に就くことは禁じられていたにもかかわらず、キャセイ・ウィリアムスはウィリアムキャセイの偽名を使って、 1866年11月15日にセントルイスでアメリカの正規陸軍に入隊している。それから3年の間、彼女は自分を男として通した。おざなりの健康診断をパスして第38不評連隊に配属される。彼女の秘密を知っているのは同じ連隊に従軍していたいとこと友人の二人だけだった。入隊直後に彼女は天然痘にかかったため、 病院過療を受けてから、ニューメキシコ州に駐留する部隊に復帰した。天然痘の影響下現地の暑さなのか、あるいは長年の行軍で疲れが蓄積したためか、彼女の体は悲鳴を上げ始めていた。入院がちになり、最後には部隊についていた医師に女性であることを気づかれ、その事実は上官も知るところとなった。1868年10月14日、 指揮官であるチャールズ・ E ・クラーク大尉の命令により、彼女は女隊となった。キャセイ・ウィリアムスは、コックの仕事について、ニューメキシコ州、ホート・ユニオンに行き、後に、コロラド州・プエブロに移っている。彼女には、夫ができたが、その夫に金と馬を盗まれて、結婚生活は悲惨な結末を迎えた。この時彼女は逃げる夫を取り押さえている。 その後コロラド州トリニダードに移り住み、張り子として生計を立てたほか、下宿屋も営んでいたようである。この頃に初めて、彼女の経歴が公に知られるようになった。セントルイスの新聞記者が陸軍に入隊していた黒人女性の噂を聞きつけ、彼女の元に取材に来ている。この時の記事は1876年1月2日付のセントルイスデイリータイムズに掲載され、 その老い立ちや従軍経験が紹介された。キャセイ・ウィリアムスのアメリカ陸軍年金の書類1889年後半から1890年、初めまでキャセイ・ウィリアムスは地元の病院に入院している。1891年6月には兵役を加味した障害者年金を申請している。彼女の病気や障害がどのようなものであったのかは分かっていないが、 女性兵士に年金が給付された例の一つであることに違いはない。アンナ・マリア・レーン、メアリー・ヘイズ・マコーレなどもアメリカ独立戦争の時の貢献により年金が支給されている。1893年9月、アメリカ年金局に委託された医師がキャセイ・ウィリアムスを診察している。当時の彼女は神経痛と糖尿を患い、足の指をすべて切断していたため、 松葉杖を使わないと歩けなかったにもかかわらず、この医者は彼女が障害者給付を受ける資格なしと判断し、彼女の申請は跳ねつけられた。ウィリアムスの正確な没年は不明であるが、年金が打ち切られた直後、おそらく1893年のいつかである。彼女の墓は木で作られた簡素なもので、朽ち手から久しい。そのため彼女が最後に、 どこを安住の場所としたかも今ではわからなくなっている。2016年、カンザス州レブンワースのリチャード・アレン文化センターで小さなバラ園の中央に彼女の来歴を記した台座とブロンズの半身像が設置された。2018年には二等兵キャセイ・ウィリアムスを記念したベンチが国立風評博物館のウォーク・オブ・オナーに設置された。参考文献、ありがとうございます。